アシュラは消滅したよ。手間をかけた。アウトル様、あなたはもしかして。察しの通り、私はアシュラを同志に誘い器とした天族だよ。剣を盗んだのは私だ。普通じゃないな。見ただけで分かった。飛行銀と呼ばれるミスリルの剣だ。本当に世界を切るほどの力を秘めている。だから盗んで隠したのですか。そうだ、アシュラが一番切りたかったのは私なのだろうね。彼はひたすら純粋だった。純粋ゆえに悩み、いつしか許す心を失ってしまった。だから汚れたものを全部切るためにその剣を作った。君にならこの剣を渡してもいい。使いこなせば気力以上の力となるかもしれない。遠慮するよ、剣ならもう持ってるから。スレイさん、うん、心の試練も合格だ。いらないのなら私がもらおう。世界を切る剣、我が刃にふさわしい。マルトランさん。スレイさん、よく見て。嘘、この人って。ヒョウマ。以前は挨拶もせず失礼した。やはり見えていたのですね。その剣をどうする気だ。世界を切るんだよ、アシュラの望んだごとく。なぜそんな。逆に聞きたいな、なぜアシュラの思いに共鳴しない。ここまで汚れ切った最悪の世と人間は一度徹底的に壊さねば再生できはしないだろう。これは我が主最下の剣主のお考えでもある。あなたはかの者の。こんなことアリーシャが知ったら傷つくだろうな。だから利用したんだね、アリーシャを。戦争を起こすにはまず夢見がちな平和論者を暴れさせるのが効果的なのだ。皮肉なことにな。だがすでにハイランドとローランスの全面衝突は時間の問題となった。もうあの小娘に利用価値はない。マルトランさん。やれやれ、飛んだことになってしまったな。同志にとって我々より現実の方が厳しい試練ということか。